ち双子エジカラ対決イエーイ。私たちどちらの方がエジカラがあるのかというのをこれから対決したいと思います。急遽テーマをもらって書いて判断してもらうと、スタッフにね。A はどう、自信は。だってもう私6年間お母さんしてるわけだから。そうね、絵を描く機会もあるよ。負けへんで、私たち、ね、妹負けへんで。負けず嫌いなので頑張りたいと思います。勝つぞ。ではテーマをお願いします。アライグマ？ちょっと待って、いや動物園とかで見たことあるし、写真も見たことあるけど描いたことない。え、まずい。よーいスタート。どうしよう、めちゃめちゃ難しい。え、ちょっと待って、もう分かれへん、どうしよう、もうあかんわ、どうしよう、分かれへん、どうしよう。え、ちょっと顔の特徴がもう思い出されへん、どうしよう。え、なんか全然違うな、どうしよう。え、困ったな、ちょっと待って、ちょっと、え、何や、違うな、ちょっと、え、こんなんついてる。え、いや、全然わかんない、全然わかんない、特徴が全く分かれへんけど、一つの特徴は捉えてると思う。せーの、伊勢のでいい、はい、いせーので、じゃん。え、え、尻尾はこうやったと思うけど、顔が全く分からへんかった。え、マナのは何やろ、リスっぽい。でも確かに爪長いのは合ってるかも。私はもう顔が完全にクマで、体がしましまやったかどうかはちょっとめっちゃ難しい。どっちもめっちゃイマイチやん。どっちもイマイチ。え、本物の写真みたい。あー、ここが黒いんや。それ思い出されへんかった。それマストなんだ。それとも全然違う。でも尻尾は合ってるけど、体はしましまじゃないんや。ではこちらのマナが良かったと思う人挙手。ゲッゲッ、嘘。え、本当に5-0 5-0 やったー。え、ちょっと待ってよ、本当。どういう点が。僕はよくアライグマって洗うじゃないですか、物を。はいはいはい、それがなんかできそうな。彼にはできなさそうだね。私全動物をこれでしか描けない人だから。この体ね。タヌキね。あー、なるほどね。というわけで、エジカラ対決はマナの勝利。3本勝負だからまだわかんないよ。まず1ポイント先取。テーマお願いします。うわー、ちょっと待って、渋いね、ちょっと待って。よし、行きます。1分、よーい、スタート。家におるで。ちょっと待って、絶対得意やん。ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ怖いのができるかもしれない。ちょっとほんまに顔分かれへん、どうしよう。手とかないよね。え、ちょっとどうしよう、ちょっと待って。ちょっとでもパッと見トーマスっぽくはあるけど、あ、ちょっともう時間過ぎたね。減点やで。せーの、じゃん。目そんなんやったかも。ね、そう。え、でもなんかこんな目じゃなかった、頭にこんなん煙突みたいなあったよ。ああ、あったかも。正解。ああ、かわいい。あれ、あー、煙突あるね。私なんかちょっと太陽の塔みたい。どっちもいまいちすぎて。これ何でどう判断するの。どっちもどっちな。でもなんかさすがちょっと双子よ、このなんかつつ感。つつ感はね。ではこちらのマナの方が良かったと思う人挙手。マナが良かったと思う人挙手。やったー、やった、めっちゃ嬉しい。イエーイ、ゴーゼロやった。嘘、いいよ。え、なんで、ね、なんで、なんで。どういうところが。パフォーマンス機関車じゃないですか。筒があるかないかはちょっと そっか、私かなと思ったら思って。なるほどね。私はサメの。確かにこれ背中に何生えてんの。いや、だから電車のなんかほら線みたいなやつ。あ、はいはいはい。説明。確かに。なかなか低レベルの戦いやったよね。というわけで、かなさんの勝利。イエーイ。
さんこれで勝ったよ。ここまで1対1で勝者が決まります。勝った人が勝ちね。キノピオってあのマリオの、何やと思った。あれ今かったよかった。キノピオ花のぐるやつじゃなくて、それピノキオやろ。うわーそっち書いてほしかった。キノピオってずれ、分かった、よし行こう、よーいドン。でもこうなんだよね。ちょっと体とかこう分かれへん。変えちゃった。これ以上書きようがない。ちょっと待って。でも私抑えてると思うよ、特徴は。いや、私もいけてると思う。キノピオあるよね。だってあるよね。キノコやね。そのつもりです。じゃあ大丈夫だ。はい、じゃあ勝ったかもしれない。はい、せーの、お、じゃん。ほとんど同じじゃない？あ、ちょっと待って、色の使い方が、赤の抜き方が違う。どうしたの？体で、体そんなん？ちょっと、車乗ってる？あ、それずるいよ。そんな、車乗せたら体省略できてずるいよ。マリオカートのイメージ？私も体が分かれへんかったから、無難に仕上げたいんだけど。二人とも行くの。でもさ、見て、不思議じゃない？抜きが逆やね。なんか、赤ベースの白抜きか、白ベースの赤抜きか。白ベースの赤抜きやったら私の勝ちやからね。そんなことない、体もあるから。いや。白ベースの赤抜きや。白ベースの赤抜きや。あれ結構肌似てる。でもなんかこんなに帽子をこうゆったりこう被ってないよね。マナの被り方似てない。だからさ、シイタケの中の部分見えてるやん。中の部分絶対あると思う。中の部分見えてるやん。前髪みたいに車乗ってる前じゃないですか。ちょっと自分に寄せようとして。よし、じゃあ判定してもらう。これで第1回マナカナエジカラ対決の勝者が決まる。マナが良かったと思う人は挙手。4、カナが良かったと思う人は 1。うわありがたい。ということでマナの勝利。わそうか、力があるのは私でした。どういう点が。そうか、椎茸をイメージして書いちゃったから。ふなしー ね、顔の中身ふなしーに似てるかも。じゃあうちの子にこれがキノピオだよって育ってます。いかがだったでしょうか、マナカナエジカラ対決。いや私もちょっといけるはずやねんけどな。挽回したいな。第2回でお会いしましょう。じゃねー。参ったな。参った。